日本の銀行家、元山形銀行頭取会長。長谷川義三郎山形銀行頭取の子として、山形県山形市に生まれる。経大卒後、従軍、各社役員を経て、両銀行に入港。1972年には、15年、あまり頭取を務めた、三浦八太郎の後任として昇格する。トップ在任中は経営の近代化に努め、 1973年の東証二部上場一部に指定外を実現。山形県下の企業としては初の東証上場を成し遂げた。また、第一次オンラインシステムの構築、ファームバンキングシステムの開発、地区センター設置も手掛けたほか、いわゆるオイルショックを卓越した経営手腕により無事に乗り切った。長谷川は地域文化の向上に熱心であり、 歴代にわたって収集した美術品を山形美術館に寄贈。寄贈品は長谷川コレクションとして常設展示されている。1995年5月16日、入院先の山形県立中央病院で急成人不全のため死去。去年81、長男に長谷川吉重がいる。1965年、山形銀行に解消。 山形銀行百年史編纂部改編。山形銀行百年史山形銀行。1997年。日本経済新聞縮冊版1985年6月。ありがとうございます。